俳優座劇場は東京都港区六本木四丁目にある民営劇場である。劇団俳優座の創立10周年事業として1954年4月20日に開場した。それまで新劇公演の中心的な劇場であった三越劇場の夜間興行中止を受けて俳優座の千田これや、小沢栄太郎、東野栄二郎、東山千恵子ら同人たちが 進撃のための劇場を、自らの手で作りたいという理想を抱いて設立した。コケラ落としは、劇団俳優座、第26回公演、アリストパネス作の、女の平和と丸シャーク作、森は生きているであった。1980年9月に改築された。俳優座劇場と呼称しているが、劇団俳優座専用の劇場ではない。劇場管理、運営を行っているのは、 舞台美術部として、埼玉県越谷市に、舞台美術の制作工場を有する、株式会社俳優座劇場である。また、1981年より、俳優座劇場プロデュースとして、自主企画公演を行っている。第1回作品は、加藤道夫作の、舞を竹。代表作は、アガサクリスティ作、検察側の承認、レジナルドローズ作。 12人の怒れる、男たち、JB プリーストリー原作、八木周一郎脚本、夜の来訪者、マークメドフ作、小崎神の作り師、コラ、牧野望作、高木枯れ物、東京原資格クラブ。1フロアのみであり、総席数300席となっている。全席どこからでも、舞台上の演者のつま先まで見られる。 ロビーの一部に、英国風パブ、ハブが営業している。ギリシア喜劇の人物像のレリーフがあり、何は人間である。常にそのことを自覚して忘れるな、と刻まれている。改築前の旧、俳優座劇場では、劇場正面入り口に掲げられていた。舞台美術家であり、初代社長でもある、伊藤希作の発案により、劇場付属の舞台美術部を開設し、 現在に至っている。演劇、舞台、テレビ大道具セットの大道具全般の美術、総合制作会社である。NHK、日本テレビ、テレビ朝日などのセット全般、大道具操作を手掛けている。1953年5月12日に設立した。平成29年10月16日事務部門及び営業部門の事務所を、越谷レイクタウンの新工場に移転。 平成30年2月から製造部門の移転、4月に全部門移転完了し本稼働を開始した。エンタメ特化型情報メディアスパイス。ありがとうございます。